山中です、よろしくお願いいたします。ですね、まあ、こちらに書いてある通りで、まあ、トレードアイデアの構築と自動売買検証というテーマでお話しさせていただくんですけれども、ちょっと会場ですね、私も思ってたよりもかなり暗いので、ちょっとメモとか取りにくいと思うんですけれども、なるべく、まあ、そうですね、分かりやすく、説明を進めていきたいと思いますので、あと最初にちょっと申し上げておきますけど、セミナーが終わりましてから、大体2時、そうですね、終わるのが2時半ですから、まあ、2時40分ぐらいから、1時間ぐらい、セントラル端子 FX さんのブースの方に私がおりますので、もしセミナーの内容でも構わないですし、あるいは今日、使う、ツール等の質問等でもありましたら、そちらの方で遠慮なく、聞いていただければと思います。それでは早速なんですけれども、まあ、いつも大体セミナーの前にいつもディスクレーマーということで、4点ほどですね、書いてありますけど、最初にちょっと読まさせていただきたいと思います。本日のセミナーで示す手法はその内容の正確さや完全さを保証するものではありません。本セミナーで示す手法はあくまでも参考情報であり、アセンダント、ファンローリング、セントラル端子 FX は為替やいかなる金融商品の売買を進めるものではありません。取引を行う際はリスクを熟知した上、完全なる自己責任において行ってください。アセンダント、パンローリング、セントラル端子 FX は本セミナーで示す手法の利用により生ずるいかなる損害の責任を負うものではありません。以上4点ご了承の上で、セミナーにご参加くださいますようよろしくお願いいたします。ということで、本日の内容なんですが、クイックチャートトレードというものがございます。クイックチャートトレード自身はですね、先ほど、長倉さんの方からも説明がありましたように、セントラル端子 FX さんの取引ツールなんですけれども、取引ツールというだけではなくてですね、いわゆるそのデモ版として、まあ、いわゆる FX の教育サイト FX1 というサイトがあるんですけれども、そちらで使われているツールもこのクイックチャートトレードということになります。で、本日はこのクイックチャートトレードのデモ版というものを使ってどのような機能があるのかで、また皆さん袋の中に多分その USB メモリーが入っていると思うんですけれども、それをですね、そのまま使うのではなく、どのようにして中身を変えて使っていくのかというあたりまでを説明していこうかなと思ってます。さあ、それではストラテジーの構築ということになりますけれども、テクニカル売買、テクニカル分析、何が違うのかということなんですけども、一番最初にですね、こういうことを言うとがっかりされる方いると思うんですけれども、テクニカル分析をある程度、見慣れている方で、かつ実際に取引の経験も豊富にある方が、実際の皆さんのですね、そういう自身のトレード、裁量トレードにテクニカル分析を補助的に使うっていうようなことができてですね、しかもその人が本当にきちんと儲けることができるんだとするならば、やっぱりそれが一番なんですね。残念ながら、ね、なんでそういうことになるかっていうと、これも後で見ていただくと分かるんですけども、万能なテクニカル分析というのはこれはありえないです。で、テクニカル分析の機能が QCT の中にもこれだけいっぱいあります。で、あとはいろんなテクニカル分析の、できるチャートツールとかってあると思いますけれども、私なんかが普段使うものでも大体250ぐらい、テクニカル指標とかって入ってるんですけれども、まあ、なんでそんなに入ってるのかっていうと、結局、まあ、次から次へとあれがいい、これがいいというような感じでもっていろいろな指標が、まあ、出てくるということになります。ですから、まあ、その指標をですね、まあ、うまく使ってあげなくちゃ本当はいけないんですけれども、まあ、要はテクニカル売買っていうふうになった場合には、そのテクニカル分析というのをですね、客観的に見てってあげるということになります。短期売買、まあ、一般的な短期売買として、まあ、週に、数回程度の、まあ、売買をするような、場合ですと、まあ、これ実際にじゃあデモやってからっていうふうになると結構、気の長い話になっちゃうかもしれませんけども、これが例えば1時間足ですとか、あるいはもっと短い5分足ですとか、そういうようなものでしたら、ある程度自分で見てあげて、これは全然ワークしないわとか、あるいはこれはワークしそうだなっていうのはですね、検証すると分かりますし、その検証したのを今度はデモの環境でもって、実行に移してあげるというのはですね、非常に有効な方法だと思います。そうすると、じゃあ今度はストラテジーを設計するっていうことになりますけども、一般的な設計方法としては、まず自分は何の通貨ペアを取引するのかと、
ドル円ですという人もいるでしょうし、最近はもう本当今年入ってからですね、ドル円って全く動かないですよね。もう本当に81円台に入ると買いは出てくるわ、84円台に上がれば売りは出てくるわということで、まあ諸悪の根源としては、まあ、チャイナのダブルノータッチのオプションが80円台と84円台のところにあるんで、必ず85円近づいてくるところはもう本当50銭刻みで結構驚愕の売りがありますし、下の方は81円とか80円50とか結構巨額の買いがあってですね、これなかなか両方ともつかせてくれないとかっていうのはあるんで、まあ実際に売買してる方の中ではまあドル円はちょっともうやめといて、ユーロドルで取引をしようっていう方が結構多いと思いますね。で、去年の2010年のこの間新聞にも出てましたけども、まあ取引量なんかもドル円は減ってるけどもユーロドルすごい増えてるとか、まあそんなのが出てましたんで、まあここではまず通貨ペアをどうしようかと、そして時間枠ですね、そしてこの簡単エディター Q の中で実際に使えるものと使えないものがあります。で、使えるものと使えないものっていうのはどういうことかと言いますと、実際にはですね、この簡単エディター Q を使わないで、チャートの中からですね、ストラテジーエディターというものを直接起動してそこにどん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 やっていくとですね、複雑回帰な、ルールを作ることも可能です。ですから簡単エディター Q では全ての機能をカバーしているわけではありませんけれども、実はですね、そのストラテジーエディター自体はプログラミングの知識は必要ないんですけども、多少のやはり慣れが必要です。で、一番おすすめなのは簡単エディター Q でもってか、仮にルールを作っちゃうんですね。例えばその簡単エディター Q はトレンド系の指標として何が使えるのかというと、ゴールデンクロス、デッドクロス、そして終値が移動平均線を上抜ける、下抜けるということで、まあ、いわゆるその終値と移動平均線の関係による売買シグナル、また短期線と長期線によるまあ売買シグナルというものを選択することが可能です。でさあ、そうしますとですね、まあいろいろとこの中に編集画面でもって検証するっていうことになるんですけども、ここではちょっと一つですね、何か、USB メモリーの中に入っている中からですね、ちょっと一つだけ、サンプルを、引っ張ってきて、実際にそれについての、検証というのをちょっと、まあ、してみようかなと、思います。そうするとですね、どんなことができるかというと、検証したときに見ることができるものとしては、右側のグラフに出ているような、損益曲線、そして左側の画面に出ているような、いわゆる検証結果の細かい内容ということが見ることができます。で、先ほどインバートトレードという話をちょっとちらっと言いましたけど、もしこの画面でもって常に損が出続けるルールが仮に完成したとするならば、それは逆の売買をするというのもありだと思います。ですから、もしここの画面で見て、あ、なんだ常に損が出続けてるよっていうルールがもし見つけられたらですね、それはそれでも逆に使い道があるということになりますから、そしたら買いのルールで作ったつもりだけど売りでやろうかとかっていうことは、十分に考えられますね。チェックすべき項目としては、例えばこの今の、これは先ほどの、この資料の中の、ルールということになりますけれども、先ほどの資料の中のルールを見てみた感じ、まあ、このような損益曲線と左側の、実際の詳細のデータということになりますけども、まあ、収益曲線右側のグラフについては、まあ、2009年以降というのはまあいいけれどもっていうことで、実際にはまあちょっとシグナルの発生数結構少ないですねと。で、成功数というのは勝率に結びつきますんで、21回の取引で14回の取引で成功しているということは、これは勝率が 66.67% ということを意味してますね。成功時の合計ピップスというのは、これは、全ての、取引の勝った取引の合計、そして失敗時の合計ピップスというのは負けた時のその負けた取引の損益の合計ということになります。そして、成功時の平均利益、成功時の平均損失というのをですね、画面で、見ることができますんで、画面にないものの中でですね、自分で計算したいと思うんだったらば、成功時の合計ピップス割ることの失敗時の合計ピップス、つまり A 割る B というのを出せば、プロフィットファクターが 1.72 だということが分かりますし、逆にスモール A 割るスモール B というのを計算すると、
ペイオフレシオが 0.86 だというようなことも分かるということで、ちょっとこれはあまり手を出したくないルールかなというような感じでですね、まあ見ていただくことができるかなというふうに思います。さあそれではですね、じゃあ実際に先ほどインポートしたルールの中から売買シグナルということで、ストラテジーエディターのところでもってここは見るんではなく、ちょっとバックテストの実行という方で行ってみようと思います。